門別在籍時は主に販路で追い切りを行っていた馬です。船橋移籍後は左回り中心で追い切りをかけていますが、最終追い切りでは回転のいいフットワークで推進のある動きでした。まだ船橋でビシッと攻めていませんが、重め感は感じないです。右回りの実戦に不安はないですし、 1700m で勝利実績のある馬。前走は後の平和賞勝ち馬に肉薄する走り、初の大井でもいきなり注意が必要な存在といえます。デビュー当初から追い切りでは長めから攻めてくるタイプです。最終追い切りは同じレースに出走する夢街道との合わせ馬。相手の手応えが怪しくなったこともありますが、ゴール前でグイッと抜け出して好タイムをマークしました。5波論64秒1は評価できるタイムで、当然自己ベスト。前走後の上積みが見込めますし、距離経験も豊富。森騎手が続けて乗ってくるのも心強い材料です。距離を意識して中間も長めから追い切りをかけていき、最終追い切りではレースでコンビを組むクワトロ騎手を背に、同レースに出走する武蔵エクスプレスを追いかける形の合わせ馬です。回転のいいフットワークから手応えよく運んで好タイムをマークしました。状態面に不安はなさそうですし、一気の距離延長が鍵となりますが、2連勝の勢いは見逃せないと思います。前走から中2週の競馬で10月26日に軽めを攻めて、最終追い切りは長めから前半14秒台をマークして進んでいきました。ゴール前でも緩めず追って上がり36秒6でまとめてきたのは評価ができます。相変わらず馬体もよく見せていますし、力を出せる体勢です。 1600m に距離は変わりますが、対応できるはずですし、状態面の良さを生かして前進を目指す一頭です。野田の調教コースで実戦同様右回りで追い切りをかけてきました。体は仕上がっている印象がありますし、無理に仕掛けず馬なりで流してきた様子です。一連の出来にありますし、ポイントを上げるのであれば小柄なボバで中一周で大井までの輸送競馬。やはり当日の馬体重には注意したいですが、デビュー2連勝の走りから初コースでも軽視はできない一頭となりそうです。1日の最終追い切りはレースでコンビを組む安藤騎手を背に、同世代同士の合わせ馬です。頭の高い走法ではありますが、抜け出してからも気を抜かせないようにしっかり追われてきました。2週続けて大井5波論の自己ベストタイムを更新中。約1ヶ月かけてきっちり乗り込んできた印象です。前走で 1600m を経験できたのも今回に生きてくると思います。1週前の10月26日に大井5波論の自己ベストをマーク。最終追い切りは実質3波論重点。疲れを残さないための調整かもしれませんが、ゴール前で何度か手前を変えていたシーンは気になりました。デビュー2連勝中、前走は一気の距離延長で 1600m を克服。力通りの走りができれば、やはり重賞挑戦でも引けを取ることはないはずです。10月27日は小林のハンドで調整程度。最終追い切りは同厩舎の年長馬を相手に胸を借りる形でしたが、最後まで楽な手応えで先着する勢いでした。追えば楽にタイムを詰められていたはずです。転入初戦の前走で初コースと初距離を克服。ここに入るとさらなる時計の短縮が必要となりますが、勝ちっぷりにはまだ余裕がありました。重賞挑戦でも侮れない存在です。約1ヶ月間隔を空けて中間は合わせ馬を取り入れて乗り込まれてきました。最終追い切りは同レースに出走するスキャロップとの合わせ馬。ゴール前の手応えは若干見劣りしましたが、先行する形で半マイルから合わせ自己ベストの好タイムをマークしました。仕上がりに抜かりはなさそうですし、鞍上には吉原騎手を迎えてきた点にも注目したい一頭です。11月2日の最終追い切りは同レースに出走するユーユースキーとの合わせ馬。64秒5をマークしましたが、ゴール前で足が上がってしまいました。ただそれでも自身は37秒台で走れていますし、体調面に不安はなさそうです。前走は初の 1600m、 2度目で時計は詰めてきそうですが、多頭数に舞台が変わって道中のさばきが鍵となりそうです。